いっぱいいっぱいさ。早速メール1通来てますね。マジっすか。はい。やすきさんだよ。いや、見たことない名前の方。え、本当に？はい。もう始まっちゃうんじゃない、もしかして。では、10秒前ですね。はい。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット系のカント、タキとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとね、走ってきましたんでね、今ね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ちょっとストリーム、この放送はサイマル放送もやっております。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページ、こちらの下にですね、サイマルラジオというボタンがあります。こちらを押していただきまして、全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局からこちらも九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。はい、ということで10月も、残すところあと2回、はい、ね、今日10月24日ということでございます。で、今日のテーマは、今日のテーマは月にまつわる曲ですね。曲ですね、はい、はい、今一瞬忘れてました。今走ってきましたからね。そうですそうです。もうなんか全てが、ね、頭が真っ白になってましたね。はい、今日のテーマは月にまつわる曲を募集しておりますので、メッセージリクエスト、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ツイキャスの方はですね、そのままリクエストを入れてください。そして、ラジオユーストリームでお聞きの方、数字で797アットマーク FM ギノワン .com、 数字で797アットマーク FM ギノワン .com、 こちらの方までメッセージお願いいたします。はい、ということでもう早速 CM に行きましょうかね。わかりました。はい、ちょっとストリーム、この番組はアメク訪問介護センター、大阪京橋スナックラウンジファックルベリー以上のスポンサーの提供でお送りいたします。壁かすとこで大丈夫、すでにコンティニングに4枚。カさん、タキさん、タくん、こんばんは。こんばんは。ギノワンと縁のあるベイスターズが日本シリーズ進出を決めましたね。すごいですね。すごいですね。ラミレス監督も本当に采配ですね。ラミレス選手じゃないんだ。はい、チーズ。ありがとうございます。ラミレス選手じゃないんだ。まあ、監督なんです。監督になってるんだ。俺どんだけ野球見てないんだ。まいど。こんばんは、ベイスターズ日本シリーズ進出決定。今坂すみやさん、こんばんは。おはようございます。僕どっからこれ受信取れるか、ちょっと待ってください。9時36分のやつですかね、これね。普通、カサンタキさん、キャンディーさん、こんばんみ。今日のテーマ、月にまつわる曲のリクエストですが、炭鉱節をリクエストします。ん、この歌は世界遺産がある福岡県大牟田市の三池炭鉱の歌みたいで、日本人ならみんな知ってる、月が出た出たっていうやつですね。月が出た、あ、用意してます。はい、有名ですよね。一応ダウンロードしております。あ、ありがとうございます。先ほどメールが入ったので先にチェックしてますね。はい、おしゅは神風さんから、おしゅは神風さんよりリクエストいただきました、ね、書いておいてください、ね。で、あ、もう開けます、もしかして。そうですね、20秒前ですね。15秒前、あ、10秒前、一緒なの。5、4、三日月。はい、ちょっとストリーム
始まりました、はい、今日何かねバタバタしておりますけれどもね、はい、ツイキャスの方皆さん今日もこんばんもこんばんみこんばんみこんばんもね、はい、ようこそ来ていただいておりますようこそ、うん、今日のお題は、月ということで、皆様からリクエストを募集しております、はい、そしてね、メッセージがね早速来ているんですけど もうこちら先に読んじゃいましょうかね、ですね、リクエストメッセージ、カンさん、ターキーさん、キャンディーさん、こんばんみ、こんばんみ今日のテーマの月にまつわる曲のリクエストですが、炭鉱節をリクエストします。この歌は世界遺産がある福岡県大牟田市の三池炭鉱の歌みたいで日本人ならみんな知ってる。月が出た出た、うん、月が出た、あよいよいってね、こんなフレーズみんな知ってると思いますね、のフレーズでおなじみですが、私は今年その世界遺産である三池炭鉱に観光で行きましたが、すごく勉強になりましたし、高度成長期の日本の象徴であると思います。皆さんもぜひ行ってみてほしいですということで、保守派神風さんから初めてですね、うん、初めてですね、よくいただきました、ありがとうございます、ね、炭鉱節と言ったらですね、そういえば先日私の同級生、うん、高校の時の同級生ですね、炭鉱あります田川、福岡県の、はい、田川から、社員をみんな引き連れて沖縄に遊びに来てましたね。あ、そうでしたね、うん、まあ、去年もね毎年来るんですけどね彼はね。そうなんだ。そうなんですよ、去年は別のグループ、はいはい、で今年はまたその別のグループ。そうなんだね、デイケアみたいなこととかやってますんで、はい、それでなるほど、そのデイケアの方と、あとはその何でしょうね、聞いたんですけど忘れましたね。で、まあ、炭鉱節で彼らもカラオケやって踊って盛り上がっておりましたけどなるほど、ね、早速じゃあまずは一発目、月に関係するまつわる曲、はい、炭鉱節どうでしょう。はい、準備できております。はい、ではお聴きください、炭鉱節。いいね、いいテンションですね、でシュープリームさんから、早速、スティックスっていうのを使うかな、はい、のボーカルデニス・デ・ヤングのデザートムーンをリクエストします。こちらですが、ライブバージョンがあったのでダウンロードしております。はい、よろしくお願いします。高校入試の頃よく聴いていた懐かしの曲になります。そして熊本バッテリー友人、まさやさん、こんばんは。母さん、たきさん、きゃんくん、こんばんは。こんばんは。エレファントカシマシの今宵の月のようにもリクエストをお願いします。はい、こちらも準備できております。はい、で、そして、キャプテンさんからクズ、ムーンライト、おお、懐かしいですね。わあ、こっちになると思います。そして、あと1個のメッセージ、すごいなあこれ、あ、ユッキーさん台風は大丈夫ですか。ベタですが、あやかさんの三日月をリクエストします。あー、いいね。もう、こっちにいます。はい、そして、そしてラスキチさん、いらっしゃいませ。こんばんは。ムーンリバー、あー、いいね、ムーンリバー。そして俺はこれ下まで落ちたらいいかな、聞いてないかな。うん、いいと思います。ユキさんなんだっけ。ユキさんは三日月です。三日月、はい、これ炭鉱節って何番まであるの。ちなみにこれが多分最後ですかね。あと1分ぐらいです。なんか結構長かったイメージだけど。はい、補修か。神田さん、はい。あ、なんか違う違う違う。これなんか今日使いにくい。なんでか、ここでやらんからか。
ビジネスコンディション、ゆきさんですよ。30秒前です。はい。皆さん、ぜひ行ってみてほしいです。ということでね。三池担当の方ね。すごいな。ちょっと、ツイキャスが見えてない。あ、鬼塚月、千尋、月光。10秒前。ということで、まず一発目、はい、星は神風さんからリクエスト、炭鉱節。そして、猫の大吉さんからのコメント、リクエストで炭鉱節かかってるラジオ初めて聞いたにゃですよね。私も初めてじゃないかなとこれが流れてから思いましたいいんじゃない、そんな感じでね、そうです、そうです。さあね、そしてその間にもね、たくさんねリクエスト入ってきております。ですね、まずはですね、シュープリームさん、テーマは月ですね。早速、スティックスのボーカル、デニス・ディ・ヤングのデザートムーンをリクエストします。高校入試の頃よく聴いていた懐かしの曲になります、ということでリクエストをいただきましたけれども。今 BGM で流れてる曲はそれです。お、じゃあこれいけますか。ちょっとダウンロードをもうちょっとかかります。してからできなかったので、もうそのまま行きましょうね。あ、はい、わかりました。じゃあこのままお聞きください。結構長い曲なので9分ぐらいあるので。お、そんなにあるの。途中で切ってもいいかなと思います。そうですね、ダウンロード結構追いついてるんで多分切れなく切るかな。5分くらいで行きましょうか。そうですね。え、ちょっと待って、野の中の銀の蛍さん、はじめまして。河合直子さんのハーフムーンセレナーデ、はじめまして、リクエストありがとうございます。そうですね、順番通りにちょっと行きましょうね。そして、その後に、菅さん、タキーさん、キャ君、こんばんはということで、野の中の銀の蛍さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。歌の一節は出てきますが、タイトルが分からなかったです。炭鉱節、そうですね、なかなかね、炭鉱節っていうのは沖縄ではね、なかなか難しいですもんね。さあ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 、そして、コマリクエストさん、ありがとうございます。懐かしさに鳥肌が立っていますという、リクエストありがとうございます。いつも受けられるかどうか分かりませんけど、どんどんリクエストしてくださいね。母さん、ムーンリバーはロイヤルポップとかでもあってるんですか。ロイヤルポップっていうと、ロイヤルポップスっていうバンド、あ、もしくはアルバムなのかな。ムーンリバーっていう、オールディーズじゃないですけども、はい、そういう一応オールディーズのなんかアルバムの中に入ってるものらしくて、あ、ではそれで大丈夫だと思うんですよ。何何、はい、ムーンリバー、ムーンリバー誰が歌ってるの。ナット健康、ナット健康の方が好きだけどね。ナット健康ではない、ではないんですよね。ナット健康のムーンリバーなかなかないと思うよ。あとはシティオブプラファ、プラハーモニック。あ、多分ということはオーケストラだ、これ。これはオーケストラですね。ね、結構いろんな人が歌ってるんで。そうなんですよね。じゃあ次、ごめんなさい、三日月準備できますか。クズよりも先に三日月でよろしいですか。あ、ごめんなさい、クズでした。あ、でもちょっと待ってよ、三日月が10時にもリクエストいただいてるので、はい、もうちょっと先にゆきさんから。はい、今回も曲多そうなのでそのまま BGM で差し込みます。え、お願いします。先日、鹿児島の知覧の特攻隊平和記念館に行ってきました。知覧ね、沖縄からもたくさん行ってますよね。うん、うちのね、じいちゃんの兄弟がね、そこに整理をしてたって言ってましたね。うん、リトマンのおじさんですけどね。うん、
月光どなただっけ。月光は、隊長。おう難しい、結構 PV 怖い。確かに月光仮面してるけど。とこで手紙見たら切なくて涙出ました。満月の夜は事故が起こりやすいらしいですね。確かにね、満月は夜ね。狼男事件がね。狼男もそうだね、うん、狼男も満月だよね、うんうん、超えるよ超えるよと超えるわ。ちょっと待って、これは、シュープリンさんから、ね、今何分ぐらいですか。もう5分、ちょうど5分ぐらいです。あ、じゃあこの辺で、うん、はい、この曲が歌い終わりで下げましょうね。はい、シュープリームさんからリクエストいただきました。デザートムーンをお聴きいただきました、うん、もうこれもなんか本当に懐かしい音ですよ ね音の感じがね、私もなんか好きな感じ、ね、うん、最近ではなかなかない感じですけれども、うん、さあ、そしてリクエストメッセージいただいておりますユキーさんから、台風はだ、皆さんこんばんは、台風は大丈夫でしたか。私が住んでいるあたりはさほど影響はありませんでした。今回は関西の方が結構ひどかったみたいですね。今日は月がテーマですね。ベタですが、彩香さんの三日月をリクエストします。もしよければかけていただけると嬉しいです。ということで、彩香さんの三日月を聞きください。はい、満月に事故が起こりやすいのはルナティック現象のせいで、昔から西洋では人を狂わすと言われてきたらしいです。そうなんですよね、ルナティックかなと、うん、まあそれでね、狼男とかっていうお話がね、うん、いろいろできているんでしょうけどね、うん、思いますよね。次はエレファントカシマシ行きましょうか。あ、そうですね、はい、これは、ルナティックの光栄の好きなようには、本当勝手にリュウジマサヤさん、リュウジマサヤさん、はい、ね、マサヤさん、ん、うん、今宵の月のように、んリクエスト入ってます。なんで今宵の月のように、ああ、で、恥ずかしいな。大吉さんは何か何かあるちょっと待ってよ、でも検索が追いついてないから、河合直子さんの曲ってあります？ちょっと探してみましょうね。すいません、はい、河合直子さん小さい時好きでしたね。あ、大きくなってから、大きくなってからあの人テレビ出てないの？一つ一つちょっと意味があるみたいですよね。はい、一回一回その15日ずつ上がってくるじゃないですか、うんうん、まあ、この番組初めの頃ねよく言ってましたけどね、それこそあのお羊座の満月とかね、うん、あ、はいはい、何々座の満月とかっていうね、うん、聞いたことありますね、うん、あ、それからあるでしょう、ほらお財布フリフリっていう。そうですね、満月にお財布フリフリして。でもあれって、はい、満月毎回じゃないでしょ。あれは毎回いいですよ、とりあえず。あ、そうなの。本当は毎回じゃないですよ、うん、この時の方がいいっていうのがあるんですけど。あるよね、うん、だけど満月だからとりあえずフリフリってしとけばいつか当たるっていうね。なるほど、宝くじより可能性が高いと思います。そんな感じかな、うん、こういう月のようにはもう大丈夫なんですよね。
キャンさん、今絵みたいになってたよ。はい。僕がですか、うん、いやちょっと今パニックってます。あれそうなの、私はもうへあの落ち着きを一応取り戻そうと思って自分に今言い聞かせてるところです。ああそうなんですねさっきの僕状態みたいな感じですか今。あのはい、iTunes がフリーズしまして再起動をかけてます。 またまたやったか。まただから何月の日っていうのは本当になんかね、意味わからずテンション高かったりしますからね、うん、そういうのを一応知ってるだけでも、ね、うん、違いますよね。そうだね。はい、ユッキーさんからリクエストいただきました。はい、彩香さんの三日月。三日月いいね、お聞きいただきました。いいですね。うん、ね、今日はちなみにどんな月なの？考えたこともなかったでしょう。うん、ね、で振ったからって言って僕が知ってるわけでもないですよ。ね。そう。今は、はい、ちょっと三日月ぐらいじゃない？三日月ですかね。あのね、結構ですね、火曜日に満月当たるっていうの多いんですよ。今年ね多かったんですよ、うん、満月だったりそれに近いというよ ね、 うね、うんうん、そうそう。ですからあの放送のたんびに満月ですっていうようなね、うん、何々の満月ですってやってたんですけど、だから満月に当たるか新月に当たるかみたいな感じですよね、うん、そうそうそう。ちょっと時間かかってるので柚子を差し込みます。はい、ということで、じゃあ次はですね、クズでしたっけ。あ、そうです、クズでした、ね、ユーズじゃなくてクズでした、ね、失礼しました。はい、神風と答え隊長からリクエストいただきました、クズの、ムーンライトお聞きください。大丈夫かな、本当に帰ってこない。マジで終了しないか。あ、戻ってきました。あ、ドルグレさん、こんばんは。あ、やってきたって。クズがまだ震えてるんですね。ちょっと待って、そしてなぜ俺のちゃんとさっき学ぼうとしたのに。そうなんだ。パニクリ、パニクリちゃん、クレヨンしんちゃん。パニック、パニック、パニックちゃんが慌ててる。画像が上がってケーブルがいる。あ、一応ハーフムーンセレナーでダウンロードできてました。あ、本当ですか、ありました、はい。ちょこれやってる時にちょっと調子悪くなって。あ、そうなんだ。ちゃんとダウンロードできたんで、はい、大丈夫です。野の中の銀の蛍さん、曲見つかりましたんでね、後ほどかけさせていただきたいと思います。母さんの携帯を鳴らしたのは僕です。知り合いだったんだ。そんなに近かったのか、シュークリームさん。ポルノグラフィティの歌詞でアポロ11号って曲があったなぁ。あ、いいの見つかって一安心してますね。せっかくなんで、待ってよ、クズが。で、で小指の月のようにはいけるんでしたっけ。はい、大丈夫です。今、これ今あの小指の月のようにが、マサヤさんから入ってるんですよね、確か。ですよね、マサヤさんが この時点で入れられてるので、うん、マサヤさんの曲を一曲聴きたいと思います。ブルガリさん、今日のテーマは、月です。月にまつわる曲です。毎度こんばんは。どうし、
きに了解です。よろしくお願いします。ちょっと手出てもらっていいですか。あ、そうだ、ラスキツさんのはどんなかな。ムーンリバー、ムーンリバーどうですかね。ロイヤルポップスって書いてあるんですけど、一応もうこれしかないので、はい、これでちょっとかけさせていただきましょうか。そうですね、サウンドトラックで入ってるんで、もしかしたら演奏だけの可能性が。演奏だけでも行きましょうか。まずは流しましょう。え、でムーンリバーもそんな長い曲ではないので、はい、4分26秒ぐらい長いな演奏だけだとちょっと長いですね、はい、ちょっと聴いてみて判断しましょう。え、お願いします。今日のテーマはアポロ11号がたどり着いた星にある。それではとりあえず今宵の月のようにを BG で差し込みます、はい、え、でそして、ムーンリバーっていう形にして、はい、あ、クズ終わったら一回 CM お願いします。あ、 CM で、はい、はい、もう25分なので26分なので早いなぁ。あと30秒ですね。ちょっと上げてもらっていい？そのCMでいいですかね。はい、入りました。ありがとうございます。ちょっと上げてもらって。こういうのつけないようになって、上げてもらうってどういうことですか。どこまで？どこまでどこまで？もうちょい。もうちょい。僕この間にリクエストのメッセージ見たいんだけど。どうしたどうした、どこがみたいな。は今流した曲です。今流した曲です、ね、はい。で、ここですね。クズのムーンライト結構。これ。はい。なんですか。あ、何？鬼塚千尋の月光ってことですよ。はい、月光ありましたので大丈夫です。ありがとうございます。両方あるってことでしょ、だから。そうですそうです。二つ。ブルーシートか。はい。言ってくれればいい。はい。ちょっと待って、メッセージ見に行こう。これが、20分前だから開けて、ムーンリバーはまだ落とせてないですか。ムーンリバーは落とせてはいます。落とせてはいます。はい、じゃあこれ CM 明けこれ言ってもいいですか。わかりました。もう10時6分のあれなので、はい、じゃあ BG で一回差し込んで、え、すみません、お願いします。これは6、これが今宵の月のようにはまだ行ってないですよね。はい、6になります。はい、では5秒前です。はい、ちょっとストリームお送りしております。はい、ね、今日のテーマは月にまつわる曲、はい、ということで、たくさんリクエストをいただいております。で、ここでメッセージをご紹介したいと思います。カンさん、ターキーさん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんみ。なんだか急に寒くなってきて慌てて、衣替えをした次第です、はい、さてさて、食欲の秋を大いに満喫している私ですが、今日は月がテーマでしたね。秋になんかぴったりのテーマですね。私はムーンリバーをリクエストします。いろんな方が歌われているので誰のもでもいいです。お二人がおすすめの方がいらっしゃれば逆に教えていただきたいです。リクエストしたくせにこだわりがなくてすみません。それでは今日もラストまで楽しく聞かせていただきます。ラスキチということで、ラスキチさんから、はい、リクエストいただきました。ムーンリバー、はい、これ今流れているんですが、歌が入ってないということは、これ、サウンドトラック、サントラですね。なんか懐かしの映画音楽というもののみたいです。そうですね、なんか懐かしい感じはしますよね。はい、ええ、
まあ、ムーンリバーの場合は逆に本当にたくさんの方がね歌われて て、ね、ちなみにですね、私が好きなムーンリバーは、ナットキンコール、男性だったらね、うん、女性だったらジュリーロンドン、おお、うん、いいね、うん、ジュリーロンドンっていう方がいらっしゃいます、ね、男性であればあのナタリーコールのお父さん、ナットキンコール、ね、こちらが歌われてるムーンリバーが好きです、うん、そして誰が歌ってるムーンリバーも FM ギノワンのパソコンにはなかったっていうこれどういうこと、ね、ちょっと検索の方で出るか探してみるので、検索で一応探してみて最後に持っていきましょうね。そうですね、もし、歌のバージョンがあるんであればまた最後にということで、はい、もう一度、探してみたいと思います。お願いします、はい、ですね、お待ちくださいませ。さあそれではですね、続きまして、熊本バッテン龍神正也さんから、リクエストをいただいております。エレファントカシマシ、今宵の月のようにお聞きいただきたいと思います。隊長、宣伝いつもありがとうございますこの番組は FM ギノワンショットストリーム、毎週お題を決めてツイキャスリスナーのおすすめ曲や思い出の曲を聴いていただく番組です。男性 MC 菅さん、女性 MC タッキーさん、初見さんも気軽にリクエストしてください。今週のリクエストテーマ、今でしか映ってないですね。これどうやって下まで見えるんやろね。今週のテーマは月でござる。あ、すごい、あのサイマルラジオの聞き方もあの説明していただいてますね。ありがとうございます。さあ、ブロガリさん、リクエスト決まったか、決まったかにゃ、どんなかな。大吉さんはまだリクエスト来てないんですね。下ネタリスナー専門です。違いますかそこ違いますからあ、そうだ、そしたらですね、次にハーフムーンセレナーデでしたっけ。ハーフムーンセレナーデ、はい、あります。こちらを、聞いていただきましょうかね。ムーンリバーネットで検索すると、あまりにも多すぎて、あで、誰がおすすめって言うんですか。ナットキングコール、ナットキングコールと、ジュリーロンドン、ロンドン、あ、どっちもないな一応僕が見てパッて見て、はい、見たことあるなって名前はエミマイヤーさん。じゃあそれで、じゃあこちらをいいじゃん。じゃあそれでこだわりないのかとりあえず入れてみます。よろしくお願いします。夜なみれ D は本日はツイキャスズル休み、ミサイルにくくりつけて北朝鮮経由で台湾に飛ばされ、飛ばさなあかんな北朝鮮経由ってすごいですね。北朝鮮まで一回上げといてから台湾に落とすっていう新しいですね、斬新な企画。起きてる？起きてる。あ、起きてる。起きてる、起きてるっておかしいね。うん、野の中の銀の銀の蛍さんの表現、野の中の銀の蛍さんからは、ね、どうかも行く愛を探しに行こう、どうかも行く、まさか常柳さんは炭鉱節であれで良かったのかな、うん、あ、じゃあもうラスキツさんのは一番最後のラストソングで、ラストソングで、ね、2分55秒です。短いでしょ。短いです、うん、ムーンリバー短いんですよね、曲入りは。
D はずる休みだで。じゃあハーフムーンセレナーで5分30秒なんで、こちらも BG からいきましょう。お願いします。熊本バッテン龍神雅也さんからのリクエスト、エレファントカシマシで今宵の月のようにお聞きいただきました、はい、そして今日初めてリクエストいただきました野の中の銀の蛍さんからのリクエスト、河合直子さんでハーフムーンセレナーで、こちらお聞きください。つかない曲ばかりダチョウに流れる、あー、飽きくしろ、バカンさんいい感じね。野の中の銀のことはさ、なかなかいい感じのあれですね、うん、懐かしい、可愛い方この声だ。僕聞いてたのね、うん、小学校上がる前ですよ、この人の曲。確かこの人可愛いなと思って思ってたね。ベスト10じゃなくてね、なんかね、それ系のね、夜ヒットベスト10かな、うん、そう、それこそね、お花畑の中みたいなセットで歌ってたのを覚えてますけどね、うんうん。大吉さん、夜なみにでいて死んだんじゃなかったのかにゃ。あちゃんの松山のキャバクラで鼻血出して出血されようと先週したと聞いたんや。先週ね。ちゃんと覚えてるんだよね。うん、だってほら、殉職だったから。あ、そうだね。そこなんだ。可愛いな、この。ケンジ燃えたな。なんか娘がデビューしてたな。近所の年上の幼馴染が河合直子に似た。あ、それは惹かれますね。そんな可愛い人いなかったですね。刃が特徴だと確かに。あ、そうだね。ね。うんうん。こんな感じの。ちょっとカールしてて。そう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 。ね、なんかちょっとお嬢様っぽいね、うん、感じの。ゾンビ D、まさにスリラー。何とでも言われますね、うん、キャンさんもうキャンディーになってるしね。そうなんかキャンディーキャンディー流したいですね、うん、あ、いいですね。キャンさんのコーナー作ったらキャンディーキャンディー流しましょう。キャンディーキャンディー。それなぜ知ってる。まあ、ふと出てきました。危ないとかおかしいというか、いや、親の趣味です。あ、そういうことですね、はい、そういうことにしときましょう。あ、来た来た、復活。近所の可愛いのお国の幼馴染はめちゃくちゃモテてたでしょうね。リクエストは水木有沙でトゥーシャイシャイボーイお願いします。この曲は小室哲哉さんプロデュースでいかにも小室って感じる曲です。キャンディーキャンディー、あ、出た。今日月にまつわる曲ですけど、あ、水木有沙さんがもしかして月に、月つながりってこと。あんた落語家か。あ、こんなコメントばっかりしてくるんですよ最近。本当に完全におっさん、おっさんですね。はい、絶対俺より年上ですよ。テーマ月やし。どうしよう、今探したら小村哲也バージョンしか出てこない。ああ。水木有沙で探してみましょうね。えで、こんな話をしてるんですけど、次の曲、あ、月光いけるんですかね。月光は、はい、大丈夫です。と、あと皆さん、可愛いな子話題でしょ、D 話題でしょ。ああ、夜波音くん、残念。なかったっすか。水木有沙はないです。水木有沙、ありませんでした。ねえ、キャさん、座布団全部持ってって。うん、大吉さん、あれですか、あのリクエストアポロ11号でいいですか。一応アポロ11、あ、アポロ11号っていうか、このアポロですよね。あ、アポロですね。ポルノグラフティーのアポロ、今ダウンロード中です。 ありがとうございます。水木ナイサー。今日 D 飲んでんの。水木有沙が OK なら月光仮面も OK になってしまうから。さすがですね。そうですよね、そのまんまですからね。
秋冬の歌詞、好きな曲ばかりラジオに流れる、ああ秋ですね。いいな、銀のおたるさん、最高ですね。このエンディングも泣かせるね。ねえ。これぞ昭和ですね。これでしょ。そう。では、間もなく。野の中の銀の蛍さんからリクエストいただきました、はい、ハーフムーンセレナーで河合直子さん、ね、お届けいたしました。さあ、そして、はい、これは、神風特攻隊隊長からのリクエスト、鬼塚千尋さんで月光をお聞きください。ちょっと待って、メイさん、あるさ、こちらのジュラテルさん、笑い止まらないんや。月だとさつきみどりさんの月月ガラスにも一見も月つながり、月いっぱい入ってますからね。Dのせいでさつきみどりまで OK になったから。いや、僕としては意外なのはビーズが来なかったっていうのはびっくりしましたけど、ね、そうですね。今宵月の見える丘にね。あとなんか赤い影のなんかもなんか月っぽいイメージがあるんですけどね、うん、あれは違った。ポルノグラフィティ、一応アポロも有名ですけど、もう一つ月にまつわる歌があって、今宵の月のようになったかな、あのアニメの主題歌になってたのがあったんですけど、へ、それとかも来るかなと思ってたんで、なんかね、その辺来なかったですね。まあ、若い世代が、僕より若い世代があまりいないですからね。ですよね。まあ、いや、あの、ひろきくんは僕より若いはずなんですけどね。彼なんかよく知ってる世代なはずなんですけど。いやいや、あの、自称ですから。自称、自称ですから、彼の場合は。あ、実年齢と違いますか、ね、実年齢じゃなくて、自称、うん、自称24歳。そう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 。25歳。うん。そうなんですよ。だからね、ね、何かが違うはずなんだよ。あ、結構久しぶりに弾きますね。これ一回 ね、ライブでね、弾かされたんですよね。ね、うん、無理やり弾いた。これでいいのかみたいな感じで弾きましたね。ケイちゃんの時だね。ケイちゃんの時ね。うん、今落ちてるのは何がありましょうか。あ、しょかって。今次行けるのが、アポロと、もうムーンリバーですね。ちょっと時間が1曲分ぐらい足りない。ですね、北島三郎の、月夜酒も OK になりませんか。ありますか。いやー、ないですね。サブサブって言いましたけど、うん、来週と再来週のちょっと告知を、はい、来週のテーマとで再来週のテーマ、はい、もう今日で一旦、そうですね、来週ね、ハロウィンじゃないですか。ハロウィンですからね。え、はい、で再来週は祝1周年なんですよ。ああ、もうじゃあもうパーティーですね、うん、なのでそれに沿ったテーマをちょっとですね、はい、リスナーさんからもすでにいただいたんで、あ、もういいですね、うん、1周年のテーマはそれにしようかなと思いました、はい、月夜だけもいいから頑張ってたか。絶対テンション下がってるよ。結構いいですね、この曲も秋に聴きたくなる曲です。確かにそうですね、冬に聴くと寒すぎるんですよね。もう寒さが身に染みるため雪月か、バイクと静かもあったよね。確かに知ってる、知らない、雪月かってこんな感じの、おー、歌があるんです。あれ、あれ、そうなんですよ、フォトシスがこんなしてるだけじゃないんですよ。そうなの、うん、違うんですよ。どうですか。我慢だけじゃなく、逆らうから、歌うしかない。なるほど。いや、登りましょうよ。登り坂、うんうん、来週は一緒になんですね、おめでとうございます。長く続いてほしい、もうありがとうございます。そうだよ、聞こえてるんだよ。
雪月花は見つかりませんね。あ、雪月花がごめんなさい。なるのかの銀の蛍さん、雪月花がないみたいです。申し訳ありません。畜生。工藤静香なんかね、うん、ありそうでありそうね。なんかこういう時のところになんかさ、うん、方法を探さなきゃいけないね。そうなんですよね。だから、ただね、今ノートじゃないですか、パソコンが、うん、だから曲をあんまり入れすぎると、もうパソコン自体が重くなっちゃうんですね。あ、そうか、そういうところでね。なんですよ、うん、最初、サブローベストを持ってきたんですけどね、うん、はい、CD4 枚組ぐらい。神風特攻隊隊長からリクエストいただきました、はい、鬼塚千尋さんで月光をお聴きいただきました、ね、うん、とっても久しぶりです ね、いいと思います。そしてですね、はい、もう残りがですね10分少々となってまいりましたので、来週のお題をまず、お伝えしたいと思います。来週のお題はですね、はい、ちょうど10月31日ということでハロウィンにまつわる曲。絶対難しいよこれ。ただ単にイベントだからっていう勢いで僕言ってますからね、うん、まあ、ハロウィンにまつわる曲、例えばですね、わかりません。例えばって言ってもね、まあ、皆さんがねハロウィンをイメージする、もうだいぶね、沖縄だけじゃなく、日本全国にね浸透してきたハロウィンというイベントをイメージする曲がもしあればリクエストくださいね。分からんっていう時は好きな曲リクエストしてください、ね、ちょっと難しいから面白いかもね。そう、難しいから面白い。だけど何も本当に見つからないっていう時はね、もうダメ、どんだけ考えても見つからんかったからもうこれかけてっていう感じでね、いいです、言っちゃってください。例えばさ、かけるかかけないかこちらの自由、はい、ゴーストとかさあ、ゴーストね、うん、もうほらボディーガードのテーマですね。と、うん、やっぱりそういう系でしょ。そうですね、お化けが出てくるね。そうということは、ゴーストバスターズも OK ということですかねお化けつながりねでもね、そんな感じの発想で構いませんのでね、うん、ハロウィン楽しくみんなでね楽しい曲をたくさん聴いて、もちろん怖い曲も OK ですよ、ね、そんな感じでリクエストを、来週は募集したいと思います。そしてですね、あ、スリラー、うん、再来週もう11月になりますけれども、この番組なんとねもう1周年ということになりました、はい、先月じゃない昨年の ね11月から始めまして、で、皆さんのおかげでついに1年間続いたっていう ね本当におかげさまで、皆さんのおかげさまで1年間ね、1年目を迎えることができましたので、はい、そのまあね、1年目ということにこれがねどういう関係があるかというとちょっと難しくなりますけれども、旅っていうのをテーマにしたいなと思っております。なんでかって言ったら、まあほらこの1年の間にね僕たちもこの続けていくのにもう本当に最初始めた時からは、それこそディレクターさんがね最初は山崎さんでした。そして、次与那嶺さんに変わりました。そして今キャンさんという形で、一生懸命ですね、僕たちをフォローして、頑張ってくださっております、うん、そういうふうに、ね、形も一緒にやる方も変わってきましたし、そして番組自体の内容もいろいろ変わってきて今の形になってます、ね、なんでね、1周年目のテーマは旅、いろんなことが皆さんあったと思いますのでね、うん、そういうところで、旅にまつわる曲を11月の最初の週、ね、の放送では、募集したいと思います。いいです ね僕も心に染みてきましたありがとうございますありがとうございます、ね、はい、なので、来週のテーマはハロウィン、みんなで楽しくね盛り上がる曲、はい、そして、再来週は旅ということで募集したいと思います。さあそれでは、ですね、猫の大吉さんから、リクエストいただきました。ポルノグラフィティアポロお聞きください。テンションがあ、はい、亡くなった歌手の曲でも OK かにゃってもちろんです。いいです、そういう形でも大丈夫ですよ、ハロウィンですから。はい、D も全面的に出場してくれると思っておりますので
あ、お化けのロックンロールとかって面白いね、これいいと思うよ、ね、いいですよ、全然いいですよ、うん、もう楽しくもうなんかね、お化けで思いつくので全然いいんですよ、ね、こっちもうこれいっぱいあるアニメ、セーラームーンの曲はって月つながりですよ、ここら辺ね一周年やから寄付つのろうってね、あ、それも面白いですよね、あ、で寄付つのってね、それで機材変えたらいいですよね、はい、ね、あ、それはあのいいかもしれません、キャンさんいつもね、自腹でね、いろんなものをね、番組のために揃えてくれてますので、いいよ、もう、いや本当にね、あの感謝してますで、逆にね、あのそういった形のものでね、あのもしそういうことが可能であればね、それでね、あのもっと皆さんからリクエストに答えられるんであればね、いいかなと、まあ、僕は仕事も趣味もこちらなので機材は自分で買いますけどはい、難しいなってね、やろうって、とにかくとか、とにかく絡めてリクエストですね、もうどんなことでもいいですよ、もう絡めて絡めて楽しくいきましょう、スリラン絶対出てきますよね、お化けっつったらね、うん、小学のロックンロール、ホタテのロックンロールやつとか言ってある意味お化け、確かにこれの中テレビでやってたよね、んテレビでやってたんじゃないですか、あれ僕 YouTube で見てたやつですよ、あ、そうか、そうだったんだっけ、そうなんですよ、悪魔のカムシャウィンの特にね、お、リクエスト、あー、はい、いいと思います、ハロウィンってあれですよね、ドイツのじゃない、ジャーマンロックのバンドのハロウィンの話ですって違います？だと思います、ですよね、はい、ね、今検索したらあったので、うん、もう今で入れておきます、あ、ありがとうございます、あれはね、ハロウィンね、じゃなくなる、そして先発、山崎、中継ぎ、与那峰、抑え、キャン、1周年、勝利の方程式D こっちも今度ダメやん。いやいや、抑えピッチャーに選ばれた。抑え。もう一番いいところですよ。おいで、今日は調子いいかなって、確かに。信頼度が高いという評価を得て、ありがたいです。ね、いいですよね。抑えに起用されるっていう、ね。抑えに起用される。チューリップはこの度が聞きたくなってきたな。いいですね。さすが抑えの切り札はキャンディー。芸人の来たのはやっぱり、やばいんで。あ、いいかもしれないね。うん。中継ぎは死亡。あれでしょうね。中継ぎをちゃんとやってたんだけど、はい、なんていうんですか。ピッチャー返しを顔面に受けて死亡みたいな感じですかね。あ、いいね。中継ぎ、デポトン連打で死亡。連打は死ぬでしょ。ゲゲの鬼太郎全然 OK ですよ、結構あるじゃん、いや、お化けってあなたが言ってくれたからね、うんうん、今で入れときました、 ありがとうございます、じゃあアポロそろそろ終わります、はい、ムーンリバー何分でしたっけ、2分55秒なのでそのまま続けていきますね、はい、はい、じゃあマイクあげます、はい、猫の大吉さんからリクエストいただきました、ポルノグラフィティアポロ、お届けいたしました、はい、さあそれではもう今日も時間となりました、最後の曲はですね、ラスキチさんから、リクエストありましたムーンリバーをお届けしてお聞きしながらお別れしたいと思います、はい、キャプテンさん、猫の大吉さん、星は神風さん、シュプリムさん、熊本バッテン龍神雅也さん、ユキさん、ラスキチさん、野の中の銀の蛍さん、正勝宮城さん、ブルガリさん、ひろきさん、今日もありがとうございました、ありがとうございました、来週もよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ありがとうございます、最後はエミマイヤーさんのムーンリバーでお願いいたします、これ聞いたことある、あのあれですね、ジャズバージョンですね、はい、まあ、ジャズでやることが多いですからね、うん、基本ね、うん、多分僕の通ってるバーの方で流れてますね、ああ、ちょうどそのエミマイヤーさんのが、はい、この曲が、だからね、やっぱりね、いろんな方が歌ってても、はい、その聴きやすいっていうのがどうしても必要になってくるじゃないですか、うん、そうですね、うん、そうするとね、決まってくるんですよね、
わ、花火ありがとうございます。最近アポロチョコレート食べてないです。昔アポロみたいな乳首だったということで、乳首で生まれていた黒歴史を思い出しました。どういうこと？こういう時はどうでもいいって言った方がいいじゃないですか。どういうことよりも確かにどうでもいい。いい情報ありがとうございます。さすが、本当にあれですね、何を目指しているんだか。最後に今週のネタをぶっ込んできたなって。ここで言っていいですか。はい、じゃあ今一回下げますね、ちょっとストリーム。この番組はアメク訪問介護センター、大阪京橋スナックラウンジファックルベリーの提供でお送りいたしました。次の週の旅のところで、鈴木一平さんの旅、中村正さんの俺たちの旅、加山雄三さんの旅人よ、俺たちの旅もよく歌ってましたね、自分ね、糸満いるときはね。今夜もすごく楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。もう熊本県友人正さん、ありがとうございます。 D のコメントのせいで、あの子もアボの仕組みセンターに聞こえた。もう全然違うじゃないですか。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しい時間でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ここですね、鈴木一平さん旅、中村正俊さんの俺たちの旅、加山雄三さんの加山雄三さんの旅人よ。で、ですね、シュークリームさんからあれがあったんですよ。心の旅だったから。あったはず。シュークリームさん、シュークリームさん、シュークリームさん。心の旅。うん。小田和正さん。違います。チューリップ。チューリップ。です。はい。じゃあ今日もありがとうございました。次は終了。